休憩前に引き続き会議を再開いたします。川村議員。こんにちは。一公会の川村達夫でございます。早速通告に従いまして質問をさせていただきます。今回は墓地埋葬等に関する法律に係る課題についてということで一問ほど取り上げさせていただきました。このコロナの中で一番困ったことは地域の絆の希薄化ではないでしょうか。もちろん地域のいろんな行事やお祭りがなくなったというだけではありません。一番は葬儀ではないかと思います。親の死に目にも会えなかったとか、あるいは罹患をされた方がお亡くなりになったときにはお顔を見てお見送りすることもできない、そんな状態を耳にいたします。この5、6年前から家族葬という言葉が少しずつ広がってまいりました。地域でのいろんな問題についても葬儀というのは互助の精神でありますから、そういったことがないことの影響というのは結構大きいものがある。もう5、6年前になるんですが、私の近所に実は墓ができました。で、1ヶ月もしない間にですね、その墓が撤去をされまして、一体どうしたのかなということで役所の方にも問い合わせをしたんですけれども、いや、お墓は自分の土地であっても勝手に作ることができないんですよと、こういうお話でございました。いや、まあもちろんある程度は知っておったんですが、自分で作った墓まで撤去をしなければいけなかったのかな、そんなことを感じました。で、質問なんですが、墓地と墓所の違いについて、それから個人の墓地、墓所を作る何か制約があるのか、墓地埋葬法という法律があるんですけれども、その法律の中には細かい本文の中には規定はない。葬儀の中でも火葬もあれば土葬もある、宗教上のいろんな問題があるので、一括りには整理を実はされていないんです。どのような制約があるのかお尋ねをいたします。3点目は、墓地は市町村または宗教法人の経営になると。その中で市内の墓地の把握状況、公立宗教法人あるいは私というふうに区別ができるわけですが、私のというのは墓地埋葬法が昭和23年の施行でございますので、当然それ以前の墓地には私の墓地というのがあるんです。で、私が今住んでおりますところは昭和40年頃市の開発公社が造成した土地なんですけれども、当時その周辺にあったお墓をですね、集約をされております。で、当然市営の墓地だというふうに認識をしておったんですが、先日こういったお話をする中で調べてみますと、個人個人のお名前になっておりました。
100件以上の墓地なんですけれども、個人個人のお名前になってた。で、昭和40年の話ですから、そういったことが起こるはずがないんですが、現実にはそういったことが起こってしまった。一体どういうことなのかな。それから、意の方は墓地の経営状況についてでございます。墓地を経営するというのはおそらく管理をするという意味だと思うんですが、可燃ごみの置き場でありますとか、あるいは水場でありますとか、あるいは改装をするときには、改装というのはお墓を移すということなんですけれども、本来お墓を移したりするときには届けがいるんです。現行の墓地には墓地台帳というのを整理をしておりません。ですからどこの墓が入れ替わったとかですね、そういうことについての制約も実はわからないんです。ですから一刻も早く墓地台帳を整理をしなければという話はずいぶんしてきたんですけれども、なかなか動こうとしない。改善をどのように考えておられますか。それから宇和西部墓園等の貸付状況ということですので、あじさい園西部墓園についてですね、最近は貸し出しをするよりも帰ってくるが多いという話を聞いております。状況についてお尋ねをしたいと思います。4点目は、墓地借り上げ料は受益者負担にそぐうかというお話です。この墓地の話をいろいろ調べてみる中で、市の方で借り上げた土地に墓地を設置している、そういうケースがありました。もうずいぶん昔の話でございますが、そこの借り上げ料というのは毎年定額でお払いしているわけでございますが、例えば年間40万円の賃料であったとしてもですね、50年続ければもう2000万も払っているということになります。そういった点についてもですね、どのようにそのお考えなのか。通常の墓地では考えられないようなことも起きておるようでございます。5点目は、私有墓地の使用者が特定できない無縁墓の取り扱い、無縁墓ということになるんですが、今回の質問をするにあたってですね、よその市町の質問をちょっと調べてみますと、どこでも無縁墓の取り扱いに苦労をされておるようでございました。特に何年も放置されている、そういう状況でその周辺の墓地そのものがもうどなたもその入っておられないようなケースもあるようでございます。そういった、墓所、まあ、墓地ですね、無縁墓がある墓地について、よその地域では1年前に看板を設置する等をしてですね、1年何も返事がなければ撤去しますよ、そういったことで整理をされておるところもあるようでございます。そういうことも含めてですね、私は墓地台帳が必要だというふうに思っております。それから6点目は市民事業者への啓発方法、改装納骨時の火葬許可証の取り扱い事務を含むというふうに載せております。改装というのは墓を移転するということですので、最近は墓じまいをするというケースも出てきております。そういった中で墓じまいをしようが、あるいはよそへ墓を移そうが、あるいは、納骨をするというのもですね、全部手続きがいるという、なかなか分かっているようで分からないケースが、たくさんあります。で、そういったときにですね、市民に対する啓発、あるいはそういったお墓を取り扱う業者、
いろんな方々へのですね、啓発はどういうふうにされているのかな。私も今回の質問をするにあたってですね、わからないことがたくさんありましたので、そういった問題についていろんな場面でやはり啓発をする、告知をすることが大切だというふうに感じておりますので、ぜひご見解を含めてお話しいただければと思います。7点目は、震災場の建設経過にかかる今後の予定、使用料についてということでございますが、数年前から、周南衛生施設組合、ゴミの焼却場とそれから斎場を一緒にですね、合わせて周南市、下松市、光市、3市で一緒に対応をしている組合でございますが、先般新しい斎場への建設計画で入札があったというお話がありました。今後の予定についてお話をいただきたいなと、実は1年前まで私もそこへ出向しておったんですが、使用料を今度は求めたいという話が風の便りに聞こえてまいりました。私がおるときにはそんな話もなかったのですから、どういった状況が生じておるのかちょっとお尋ねできたらと思います。以上で壇上からの質問を終わります。森重環境部長。こんにちは。それでは墓地埋葬等に関する法律に係る課題等についてお答え申し上げます。まず1点目、墓地と墓所の違いについてでございます。昭和23年6月1日施行の墓地埋葬等に関する法律、いわゆる墓埋法においては、墓地とは墳墓を設けるために墓地として許可を受けた区域を言うと定義をされております。一方墓所については法律上の定義はなく、一般的には墓地の中にある墓を建てるための区画を指す言葉だとされております。次に2点目、個人の墓所を作る制約についてでございます。墓埋法においては墓地を経営しようとする者は市町村長の許可を受けなければならないとされておりますが、同法において墓地の経営主体については明確に規定をされておりません。この経営主体につきましては、墓埋法以前から当時の厚生省等の通知により、原則として個人の新設は認められないとされており、平成12年にも当時の厚生省が墓地経営管理の指針等についてを発出し、墓地経営等の基本的な考え方を示しております。それによりますと、墓地の経営主体は墓地の継続的安定性や非営利性の確保の観点から市町村長等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人または公益法人等に限られるとされております。こうしたことから個人による墓地の新設は原則認められないものとされているところでございます。次に3点目、墓地は市町村または収益法人の経営になるがのうち、市内の墓地の把握状況についてでございます。墓埋法による経営許可を受けた墓地は現在市内に78箇所あり、このうち法律につきましては市営墓地が2箇所、土地の所有権が市にあって管理を地域等で行う墓地、いわゆる私有墓地は42箇所ございます。この私有墓地は昭和20年の国のポツダム宣言受諾に伴い、それまで町内会等が所有していた墓地が市に帰属されたもので、地方自治法において旧来の慣習により引き続き特定の住民が市の公有財産である土地を墓地として使用する権利を有することが認められた墓地でございます。また宗教法人が設置した墓地が9箇所、私人個人については、地域の共同体で一定の場所を墓地として使用する集落共同墓地が25箇所ございます。ただしこれらは先ほど申し上げましたように、あくまで経営許可を受けた墓地の件数でございますので、
無許可の墓地の件数は把握できていない状況でございます。次に墓地の経営状況について、可燃ごみ置き場、水は海藻についてでございます。可燃ごみ置き場や水場は墓地経営の観点からは利用者の利便性につながる設備となりますが、墓地経営の許可を受ける際の要件とはなっていないため、これらの設備の設置は経営者の判断によることとなります。海藻につきましては、墓前法により海藻を行う場合は、現在墓を設置している管理者から埋葬証明書、また市町村長からは海藻許可証の交付を受け、海藻先に提出しなければならないなど一定の手続きが必要となります。こうした手続きにつきましては、管理者を置いている墓地では、適正に行われているものと考えておりますが、管理者が不在の墓地や同一墓地内での改装などにおいて手続きが確実に行われているかどうかにつきましては確認できない、状況でございます。これに関しましては、平成30年度から光氏名義で登記地目が墓地の現地調査を進めてきたところでございます。今後はこのうち墓碑が建てられている30箇所について、管理者等の調査を進めていき、墓地台帳の整理をしてまいりたいと考えております。次に西部墓園等の貸し付け状況でございますが、西部墓園および大和紫陽花園の令和2年度末時点における状況を申し上げますと、西部墓園は貸し出し区画数3029区画に対し、使用許可数2892区画、大和紫陽花園は貸し出し区画数359区画に対し、使用許可数344区画となっており、両墓園とも 95% 程度の貸し付け状況となっております。次に4点目、墓地借り上げ料は受益者負担にそぐうかについてでございます。市が毎年度支出しております墓地の土地借り上げ料でございますが、これは第二次世界大戦中において、本市において軍の施設の設置が計画された際に、計画地付近に点在していた墓を国の指示により当該墓地に強制的に集約をさせたもので、これを本市が引き継ぎ以降、墓地集約の経緯を踏まえまして当該墓地を土地所有者から継続して借り受けているものでございます。一方で当該墓地につきましては管理者が不在であり、墓地使用者の把握ができていないことから、平成25年から、墓地の入り口に使用者に市への連絡を促す看板を設置、さらには令和2年からはそれぞれの墓地の、花台、花の台ですがにも同内容の看板を設置し、墓地使用者の把握に努めているところでございます。こうした取り組みにより現在までに約 68% の使用者の確認につながっており、今後も調査を継続し、できるだけ多くの使用者を把握した上で、将来的には管理組合の設立等により墓地の適正な維持管理につなげていければと考えております。次に5点目、私有墓地の使用者が特定できない無縁墓の取り扱いについてでございます。無縁墓につきましては、墓前法施行規則に規定された手続き、具体的には無縁墓と思われる墓への建て看板や官報を通じて1年間報告を行い、埋葬されている方の縁故者や墓の承継者がいないことを確定させることにより、初めて無縁墓として取り扱うことができるようになります。市営墓地や私有墓地においては無縁墓の改装を行ったことはないものの、改装にあたっては墓石等の撤去費用の負担などが課題であり、少子高齢化が進展する中、市営墓地等における無縁墓化の防止対策は今後一層重要になってくるものと認識をしております。このため無縁墓となる原因の一つに、墓地使用者の死亡等に伴う使用者の承継が確実に行われていないことが挙げられるため、令和2年度より市営墓地である、西部墓園の使用者調査を実施しているところでございます。この調査により市に使用者として届け出がされている方の死亡が確認された墓地につきましては、墓地区画に承継の届け出を促す看板を設置し、承継手続きが確実に行われるように取り組んでいるところでございます。これにより現時点で対象者のうち 62.5% の使用者の承継手続きが完了をしております。今後は大和紫陽花園
においてもこうした調査を行うこととしており、また30年度から順次行ってまいりました光氏名義の土地につきましても、先ほど申し上げましたように、市内30カ所の私有墓地を対象に墓地台帳の作成に向けて管理者等の調査に着手することとしております。この調査につきましては完了までに複数年を要する見込みではありますが、計画的に実施してまいりたいと考えております。次に4点目、市民事業者への啓発方法、改装納骨時の火葬許可証の取り扱い事務を含むについてでございます。市営墓地の使用に関しましては、貸し出しの際の適正な使用に関する説明はもとより、その後相談があった際にも適切な案内に努めているところでございます。また西武墓園4カ所および大和紫陽花園1カ所に焼経届出や納骨に際しての手続き漏れを防ぐための啓発看板を設置し、適正な墓地の使用や管理についての周知を行っているところでございます。その他にも市広報誌や市ホームページへの市営墓地の使用手続きに関する情報の掲載のほか、改装に関する手続きや納骨時の火葬許可証の提出などについても市ホームページで掲載するなど周知を図っているところでございます。近年墓地に対する考え方が変化していく中で、今後適切に管理されなくなる墓地の増加が懸念されることから、無縁墓化の防止や墓前法の趣旨、墓地に関するさまざまな手続きなどについてこれまで以上に広く市民に周知していくことがますます重要になってくるものと考えておりますことから、効果的な周知方法について検討し実施 してまいりたいと考えております。次に7点目、震災場の建設計画にかかる今後の予定使用量についてでございます。周南地区衛生施設組合で管理運営を行っておりますお屋敷山祭場は昭和46年の供用開始であり、老朽化が課題となっておりましたことから、組合では現在下松市の旧下松清掃工場跡地に震災場の整備を進めているところでございます。今後の予定でございますが、本年10月26日に震災場整備運営事業にかかる落札者が決定し、現在組合において契約に向けた調整が進められていると聞いております。契約後は令和4年から施設の設計建設に着手し、令和7年度の供用開始が予定をされております。なお震災場の使用量につきましては、組合においてさまざまな検討協議が行われている段階であり、それらを踏まえ今後組合議会で議論をされるものと承知をしております。以上でございます。河村議員。はい、それでは、再質問をさせていただきます。最初の1番2番、関連をしておりますので、一緒にお話をさせていただきます。墓前法、墓地埋葬法はですね、昭和23年の施行でございますので、随分な年数が経っている。で、当時はですね、全国的にも塗装をやったりですね、いろんなそのケースがまだあった時代ですが、それからもう70年以上の時が経つ中で、別に市役所が悪いわけじゃないですね、国の方でしっかりした新しいその法律に切り替える必要があるんだろうと思うんですね。そういったそのやはり地域のこういうことで困ってるというようなことはしっかり国の方へ上げる必要があるんだと思いますので、そういった取り扱いをですね、ぜひお願いをしてほしいと思います。で、3点目はですね、経営という、墓地というのは墓所の集合体ということになるんですが、その経営というその墓前法ではその制約の中に経営という形で制約をしておるわけですが、実際にはそのどういった管理をされてますかと、その墓地で商売している人ってあまりいないんですね。ですからその
経営というよりは管理をどうされてますかというふうに、捉えるとですね、やはり墓地台帳がなんでないのかというのが一番のその不審点といいますか、昔からあるその墓地が、まあ、地域にたくさんあるわけでございますが、そういったところではある程度地域の中で、こういった方が管理されてますよというのはあるんですが、先ほど管理者という話をされました。調査をして、じゃあ管理者を設置している墓地というのは何箇所ありましたか。私が聞いている話では、ほとんどのところで、管理者がいるというような話は聞きますが、じゃあ、その人たちに、どういうその台帳で、この区画にはどなたのその墓があるんだというような整理をされたという話は全く聞きません。で、もう20年以上前になるんですが、そういったお墓を、当時はまだ欲しがる方もたくさんいらっしゃいましたのでね、新たにそういった区画を開けてどうぞお入りくださいというようなケースもあったんですよ。で、それは当然市の土地ですから、そういったものでお金が動くはずがないんですがね、そういったことも起きておったというふうに私は記憶しておりますので、その際にちゃんと墓地台帳を作って管理をしなければというふうに話をした記憶があるんです。だから今もってその台帳ができてないというところに、なぜかなと、あまりそのこう喜んでやる仕事じゃないんでですね、嫌だなと思ってたらいつまでたっても整理がつきませんから、いつかの時点でしっかり整理をする必要があるんですね。で、ちょっと、ここで今可燃ごみ置き場、それから水場、海藻というところまで、3点のところでちょっと一回切りますので、答えていただいたらと思うんですが、現実的にはそういった管理者がいない、要は組合のような形にしてないと、ゴミもですね、その周辺に、まあ、実は散らばっておったり、あるいは、おそらく水を持っていくんでしょう、瓶とか缶とかですね、そのあたりに散らばっておったりというケースが、結構見受けられますのでね、そういった点についても一日も早く墓地台帳を整理していただいて、そういう管理組合を作っていただきたいと思うわけですが、いかがでございますか。森重環境部長。まず御埋蔵のことについてお尋ねいただきました。確かに御埋蔵は土葬を前提とした衛生放棄でありますために、火葬が一般的となっております現状と乖離する面が確かにございます。また御埋蔵は条文の数も少なく、一つ一つの解釈は過去の判例とかそういったものが参考に、されておるなど、議員おっしゃいますように現実となかなか合ってないところもあろうかと思います。で、国へのお願いということでありましたが、そういう機会があればですね、出していきたいと思っております。それと、墓地台帳の整備ということでお尋ねがありました。確かに現在、市内の墓地、私有墓地ということで限らせていただきますが、墓地台帳は整備されておりません。これにつきまして、先ほどご答弁させていただきましたように、市の名義の土地につきまして、平成30年度から、まずはその現地を歩きまして、墓碑が建っておる、そういった墓地について、これが約30箇所あったわけですが、それについて墓地台帳の整備に向けてですね、来年度から具体的な調査を始めたいと考えております。そういった中でその管理者がいない、墓地に
でございますが、確かに墓地台帳がない中で、じゃあどの墓地にその管理者がおられるのかということは、まあ確かに把握をできておりません。ですから墓地台帳を作成する中でですね、そういった管理者、また使用者、そのあたりについても整理してまいりたいと考えております。以上でございます。川村議員。はい、墓地台帳についてお話をしていただきました。でね、その全部が判明するまで待ってたらいつまでたってもできないんですよ。ですから分かる人たちだけでもお話をして、こういった管理組合を作ってほしいと、ひいては墓地台帳というのを整理をしていく、最初からそういうふうに取り組んでいただいたらですね、そこは結構いい墓地になると思いますのでね、そういった取り扱いでお願いをしたいと思います。後で出てくるその今借り上げの墓地についてもですね、68% というようなお話をいただきましたけれど、 100% 分かるの待ってたらいつまでたっても解決には至りませんので、今ある方でまずやる、それから無縁墓についてはきちっと報告をしてですね、撤去するんだと、そういう強気の姿勢もどっかで持ってないと、今のままでええじゃと言うて皆さんおっしゃるんですよ。そういったことのならんようにですね、ぜひお願いをしたいと思います。で、もう一つですね、ちょっとこの中で、実は島田の、ある墓地なんですが、もともと底地は光市のもんですから、市の墓地ということになるんですけれども、早くにそこがいっぱいになったもんですから、隣接に畑があったんですよ。で、その畑に大方ですね、もう食い込んで墓地ができてる。ありえないですよね。要するに個人の畑が墓地になったと。いうことではいけませんから、墓地台帳を作るし、管理者を決めて、区画がこうなんだというのをしっかりとですね、お話をしておかないと、需要と供給でですね、いくらでも広がっていったわけです。これから先広がるとは思いませんが、そういったところの整理をですね、するために、いち早くその地域のお墓を持っておられる方をきちっと指名してですね、啓発をすることが一番だと思っております。それから4点目の墓地の借り上げ料ですが、軍の関係でというような話もありました。で、もう実はもう50年ぐらい経過をしてるんですよ。で、いつまでもその治療を払わなければいけないかという問題をね、整理をしなきゃいけない。もしなんじゃったら、西部防衛に移っていただくのか、昔平成の初めにはですね、西部防衛の次は東部防衛だというような話もあったんですが、そこまでのその体制にはならなかったんですよ。だからできないならできないように、じゃあそこの墓所については西部防衛に移っていただきましょうと、そんな話もしていただかなければ、そこ未来永劫ずっと治療を払うことになりますよ、ね。墓地を持っておられる方からは全くのその収入はないわけですが、支払いだけが続けていくということになりますのでね、そのあたりについてはですね、しっかり整理をする必要があるんだと思うんですよ。一つの質問で、環境部長さんだけがという矢面に立ったというのは申し訳ない状況が起きたとは思いますが、今までの積もったものがここに出てきたというふうにご理解をくださいね。それから、私有墓地の今の無縁墓の取り扱いなんですけれども、浅井の方に行きますとね、
墓地そのものがまるまるこれ無縁墓じゃないかなと思われるようなところも実はあるんですね。で、そういったところに例えば新しく墓がポッとできたりすると、一体どうやってこの手続きをされたのかなと。で、全く市の方で管理してないわけですから、そこにお墓ができるはずがないんですが、そういうことが起きるということはやっぱりまずいんだろうと思うんですね。で、私委員会の中でちょっとお話をさせていただいたときに、最近沖縄の方へ行くとですね、昔から大きなその何十坪というお墓があるんですね。で、そういったものがもう無縁墓になってくると、最近はその墓を潰して、宅地にするんだと。那覇でいうとですね、坪が30万ぐらいするんだそうですよ。そういったことで転換をするところも出てきているというふうに聞いてますのでね、お墓の土地というのは、全くその山の奥のその休憩者地にある場合と、昔で言えば、町のど真ん中にあるようなケースと、そのいろいろなところにありますので、融合活用できるところについてはですね、しっかり活用できるようなことも視野に入れながら整理をしていただいたらと思います。それから6点目で啓発方法ということでお尋ねをしました。で、その普段こう、まあ、お墓を販売されるとかそういうところならご存知なのかも分かりませんが、本当にその何十年に一回しか遭遇しませんから、普通の人がそういった、亡くなった人の時にですね、お墓の取り扱いであるとか骨の取り扱いであるとか、分かるはずもないんですね。で、そういったものをやはり市民への啓発方法をですね、どうやってやるのかというのは今までにもなければいけなかったはずなんですが、それをという今いろいろこう言われましたが、どうもその現実的でない、やはり文書をですね、早めにこう作っていただいて、要点だけでも周知をされるということが望ましいと思いますのでね、そのあたりについてお示しをもう一度いただいたらと思います。それから7点目は、最初の建設計画と使用料についてでございます。もちろん光市だけで決める問題ではありませんので、しっかり周南三市で協議をしていただきながらですね、前へ進んでいただければと思いますが、まあ、よそのことに触れる必要もないんですけれども、周南市なんかで言えばですね、合併前の新南洋とか鹿野とかですね、自分で斎場も持ちなことがありますのでね、そういったケースも含めてですね、よく議論をしていただいてですね、その上で最後決定をしていただくことをお願いしておきます。ちょっと最初の4点5点6点のところで答弁がありましたらお願いいたします。森重環境部長。はい、まず隣接する畑に墓地が食い込んでるとか、そういったお尋ねがございました。まあ、確かにこういったものにつきましては、まず墓地台帳とそういった、図面、また区画、そういったものがセットで管理をしていかないと、まあ、なかなかわからないというか、現状が変わったときにわからないということもございますので、先ほど来申し上げていますように、まあ、墓地台帳を整理していく中で、そういった図面、区画、そういったものについても整理をしてまいりたいと考えております。それと、借り上げ料の話でございます。確かに、長い間継続して、借り入れを行っておるわけでございますが、
まあ、答弁で申し上げましたように、まあ、あの強制的にあの集約された経緯があることから、まあ、そういった、経過をたどっているわけですが、まあ管理者の、失礼しました、使用者の調査を行っているということを先ほど申し上げましたが、まあ、一定程度あのそれが判明した段階で、今後の方向性というものは協議していかなければならないと考えております。それと、私有墓地の無縁墓の話がございました。そういった中にその新しい墓ができているということがございました。当然新しい墓を作るには、許可が必要なわけですけれども、これも、結局台帳の話に返ってくるかと思いますので、台帳整備ということで、そういったことがないようなことにしてまいりたいと考えております。それと最後に、啓発の話をいただきました。まあ、確かに、なかなか墓の関係、特にさまざまな場面での手続き、こういったことについては、なかなか分からないということがあろうかと思います。まあ、確かに市としましてもそのあたりについて、周知をしっかりやってきたかということになりますと、必ずしもそうでない部分もありますので、議員からは要点にの周知ということもいただきましたので、そのあたりについては検討した上で実施してまいりたいと考えております。以上でございます。河村議員。はい、じゃあなぜ墓地台帳は今までできてこなかったのか。法律を読めば、当然、そういった台帳を整理しなければ、管理ができない。ですからそういったいろんな届け出そのものが、じゃあ、改装届が出てきてもそれがいいとか悪いとか、そういった返事もできない、状況が当然起きてくるわけですから、なぜその墓地台帳ってできなかったんでしょうか。森重環境部長。はい、まあ、墓地台帳がなぜできなかったかということでありますが、まあまあ、墓地の維持管理というのはなんか家の問題、まあ、私的領域というような意識というものが皆様にもあるかと思うんですが、そういったことでまず墓地を作ったときに届け出をするというなかなかそういったとこができていない、そういったことで 市の方としましても墓地がどこにどれだけあるかというのが把握できない、結果、まあ、墓地台帳ができないということであろうかと思います。まあ、そういうふうに、考えております。以上です。河村議員。はい、まあ、墓地台帳はなぜできないのかというご答弁ではなかったかと思うんですが、お亡くなりになった方があって、それまでは、まあ、一家に、墓地が一つというような感覚であったんだろうと思いますが、新しい、その信託が増えていく中で、お墓も増えていったんですね。そういった中で一時は、まあ、不足した状況というのが起きたんだろうとこう想像もできるわけですが、最近はまあ、合同といいますか、お寺の中でも納骨堂等を設置する中でですね、随分そのお墓の需要そのものが減ってきたということもあるんだと思うんですね。そうは言いながらどっかでけじめをきちっとつけないと、これから先、ずる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 そのまま引っ張っていく。今回、おそらくいっぺんにやろうとするとですね、仕事としたら何人かかかってですね、整理もつかないような状況が起こると思います。しかし一回やっとけばね、日々のそんなその業務というのがたくさんあるわけじゃないんですよ。だから特に、こういった、お墓の管理というのは、役所にとっては絶対やらなきゃいけないことなんでですね、ぜひ、整理をですねしっかりつけて、でこれは 100% できると思わないで未来永劫に続くんだと。だからそのためには
今ここを一つ手をつけたら、あと少しずつ付け足していくだけなんでですね、そういう思いで、仕事に取り組んでいただければですね、将来、まあ、自分が墓に入るときにはですね、しっかり、ゆっくり入れるんじゃなかろうかと思いますので、そういった思いでぜひ、墓所の整理をしていただいたらと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上で質問を終わります。ここで暫時休憩いたします。再開は心霊をもってお知らせいたします。なお10分間程度の休憩といたします。